第1試合、ノア VS ダイヤモンドリング、熊野人志対北宮光弘。朝晩冷え込む秋模様、霧雨に包まれ傘の花が咲いた港横浜です。そんな鬱陶しい天気を吹き飛ばすフレッシュな2人が登場いたします。まずは青コーナー、北宮光弘24歳です。4月に顎を骨折、4ヶ月のリハビリを経て8月末に復帰。体重をさらに上げて今日は熊野人志と相対します。体重を98キログラムまで上げてきた北宮光弘、リング上です。未だシングルマッチ勝利はありません。これまでシングルマッチ45戦戦って全敗、まだ勝ち星のない熊野人志です。21歳、広島県広島市の出身、今年の 2.9 後楽園でプロデビュー。ただその彼の努力、ひたむきな姿勢にプロレスさんは心を打たれます。今日はプロ初勝利を目指して緑のマットに上がりました。21歳の熊野人志です。第1試合は15分の一本勝負です。赤コーナー熊野人志、そして青コーナーは北宮光弘です。今ゴングが打ち鳴らされました。両者サークリング、ゆっくりと円を描くように回りまして、まだファーストコンタクトはありません。今組み合った。体格で分があるのは北宮、バックを取る。ただ取り返したのは熊野人志です。赤いコスチュームの熊野人志はこれまでシングルマッチではまだ勝利がありません。今年の2月にプロデビューしまして、シングルマッチは45戦、45試合戦ってまだ勝ち星がないというのが熊野人志です。2回転しまして両者が離れました。横浜のプロレスファンから拍手が送られます。一方黒いタイツの北宮、ここはまだ持ち前のパワーを発揮してないというところ。グラウンドでの攻防に持っていったのは熊野です。熊野人志は 9.16 博多スターレン大会では、まあ、GHC ジュニアタッグ選手権を経験しました。ライガー、タイガー組に原田大輔と組んで挑戦しました。まだシングルマッチでは白星がないにもかかわらず、その巡り合わせ、タイトルマッチを経験したという熊野人志です。まあ、オープニングマッチとは違ってもうすでに盛り上がっているリングに飛び込む感覚、非常に自信になりましたと話していたのは熊野です。そのタイトルマッチの経験を無駄にしないためにも、全ての面で技術を向上させていきたい、そう話していた熊野。ただここは捕まりました。一方今雲野の上、北宮です。おっと、ここは北宮は今年の4月に顎を骨折しまして、4ヶ月の手術リハビリを経まして8月末に復帰。その4ヶ月間の間にこの熊野が非常に成長してきたと、そんな熊野には負けられませんよと、そう試合前に話していた北宮です。足を締め上げていく。この熊野と北宮、通算で見てみますと4戦戦って北宮が全勝、4勝を挙げています。4戦戦ってまだこの北宮から勝利を挙げたことがないのが熊野。この熊野は今日港横浜で北宮を相手にシングルマッチ初勝利挙げることができるでしょうか。ただここは捕まりました。セカンドロープに左足をかけられて、ここも足首のあたりを締め上げていく。苦悶の表情、苦しい声を上げるのは熊野。
プロキャリア2年が黒いタイツの北宮、プロ1年目が今捕まっている左膝のあたり、衝撃起こりました。熊野です。思い起こせば今年2月9日にデビューしたのは熊野、その翌日この熊野と北宮は戦っています。その時の対戦では北宮が熊野を下しまして、その勝利というのは北宮にとってもプロ初勝利でした。熊野に話を聞きますと、北宮さんの初勝利の相手が自分だから、自分もこの北宮さんを倒してプロ初勝利を挙げたい、そんな因縁めいた、そんな話もしていた熊野です。さあ切り返せるか、いや、ここはエルボーを食らいました。捕まり続けている熊野、さあどうだ、ブレムストイキック気に持ち上げていきました。これはスピードのある攻撃です。1回転先頭を浴びせていきました。リズムを作り続けている北宮ですが、まあ、今年の9月25日でデビュー2周年を迎えています。ノアのツアーにも初帯同をしました。ダイヤモンドリングと違って常に試合がある、勝敗関係なく充実した日々だったと話した北宮です。サンセットフリップを決めまして、ただここは熊野が打撃を返していこうとするところ、ここで熊野が反撃に応じられるかどうか。ロープに振った熊野、ドロップ、ここは北宮が1枚上、相手の動きを見ています。そして再びこの左足、タイトルマッチの時に少し痛めたという熊野の左膝、ここは集中的に狙っていく北宮です。ただ北宮の顎を骨折した時には体重が10キロ落ちまして、80キロまで体重が落ちたといいます。ただ現在98キログラム、体重を20キロ近く上げてこのリングに臨んでいるという北宮です。さあ熊野、ここは逃げられるかどうか。プロキャリア2年の北宮、1年の熊野、わずかキャリアの差は1年にもかかわらず、先輩の洗礼とも言うべく北宮が左足を中心に攻め込んでいく。さあそしてブレーンバスターで、ただここは切り返すか、バックを取った熊野、ここで熊野ドロップキック、初めてこの北宮にダメージを与えました今日の試合。さあそして先に立ち上がるのはどうだ、熊野が先に立ち上がった。そして首のあたりフィッシャーマンで担ぎ上げるか、どうだ、ただパワーで分があるのは北宮、脇腹のあたりを張りましてロープに振った北宮、ここはかわした、エルボーを当てていきました熊野。そしてフィッシャーマンで投げていきました、このままカバーに入る、どうだ、返しました北宮です。ただもう少しで3カウントというところ。さあ熊野どうだ、会場からは熊野コールがさらに大きくなってきました。なんと北宮相手にこの打撃戦を挑んでいくというこの姿勢。さあどうだ、シングルマッチ初勝利を挙げられるかどうか。タラコはスピアー飛んできた、返せるか熊野、なんとかなんとか返していきました。ただ一気にこの北宮のスピードが上がりました。さあそして得意の一気にコブラツイストじゃなく万事固め、一気に入ってきたらここが崩れた、そして羽織り右腕を取っていく、どうだどうだ、熊野は耐えられるかどうか、プロ初勝利がかかっている、ここでギアアップはできない。さあそして次の攻撃、カバーに入る、なんとか左肩を上げたのは熊野仁志、21歳です。まだシングルでは45戦戦って勝利がありません。さあ横浜が熊野コールに包まれました。北宮が骨折している間タイトルマッチも経験、日テレ G ダス祭にも挑戦しました。さあこのマフラーホールド逃げることができるかどうか熊野、9月にも北宮のこのマフラーホールドで敗れている熊野、どうだ、さあドロープに手が届きました。おっとしかしリングに中央に戻す、そこで丸め込んでいった、どうだ、カウント 2.9。 さあそして
もう一度左膝、高さを抑え込み持っていった、どうだ、おっと、もう少しで勝利、勝利が近づいてきた、熊野取れるか、もう一度逆さを抑え込むか、丸め込んでいった、さあどうだ、おっとカウント2、このまま畳み込みたい、一気に勝利をつかみ取りたい、さあしかしここは膝、さあ熊野返せるか、しかし北宮もう一度左膝、もう一度ダメージの残る、痛みの残るその左膝、9月にも対戦、マフラーホールド、回転を教えるためさまざまな技でこの北宮勝利、あっとここでギブアップ、熊野シングルマッチ初勝利とはなりませんでした、勝ったのは北宮、顎の骨折がありました、その4ヶ月間自分の体を痛め抜きました、いじめ抜いた北宮、危なげなく熊野から勝利を収めました。ダイヤモンドリング北宮光弘選手の勝ちでございます。一度は落ちたその体重20キロ近く筋肉トレーニングで回復させました。その自分のリハビリ期間中、熊野の活躍目にしていたといいます。これからさらに体を強くし、自身のその活躍のために颯爽とリングを後にする北宮光弘です。一方熊野仁、今日もこのリング北宮を何度か追い込みましたが、シングルマッチ初勝利とはなりませんでした。ただこの横浜の会場、この熊野に対して大きな熊野コール、その期待高まる熊野、シングルマッチ初勝利はお預けです。